ドラマネトラオレは、マリのサッカー選手。元マリ代表。ポジションは FW。路上でサッカーをしていたところを、土ヨり場 AC に発見され、1997年にユースに加入した。2年を過ごした後に、A チームへの昇格が見込めなかったため、スタッドマリアンに移籍した。2000年にはクープ・ドゥマリで決勝戦に進出したものの、 クラブオリンピックでバマコに1-0で敗北し、初タイトルとはならなかった。2001年には、ドヨリバ AC に復帰し、U-20 代表にも選出された。2001年の終わりに、エジプトのアルイスマイリー SC へ移籍した。2003年のカフチャンピオンズリーグでは、決勝戦に進出した。また、アテネオリンピックに挑む、オリンピック代表にも選出された。その後、 チュニジアのクラブアフリカーンを経て100万ユーロで FC ロコモティフモスクワに移籍した。2009年には FC クバンクラスのダールにレンタル移籍した。2010年12月末にエスペランスに2シーズンで250万ドル以上の給与で移籍した。その後、2011年にウクライナの FC メタルルフドネチクに移籍。 2013年にドバイクラブを経て、2014年にマレーシアの PDRMFA に加入。PDRMFA では2015年に19得点を挙げ、マレーシアスーパーリーグの得点王に輝いた。2016年にケランタン FA に移籍した。ありがとうございます。